ハイチスライダーは、沼メか赤耳メ属に分類されるカメ。ドミニカ共和国南西部、ハイチ南部最大校長3 4 1トル。通常は校長3 0トルを超える個体は少ない。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも校長2 2トル。背後はややドーム状に盛り上がり、上から見るとやや細長い楕円形。 甲板の表面は滑らかだが、細かいシワが入る個体もいる。甲甲板は細長く長方形に近い等脚大形。後部円甲板は、のこぎり状に尖らず滑らか。廃校の色彩は、肺褐色、緑褐色、褐色一色。復興の色彩は、黄色や炭鉱色で、不規則に暗色の反紋が入る。 成長に伴い色彩は暗色になるが黒色化することはない。種照名デッカータは装飾された装飾的なのい。頭部は中型。粉炭はやや突出し、上あごの先端はへこまない。頭部の色彩は灰色で側頭部に黒く縁取られた黄色い3から4本ずつの筋模様が入る。また、鼓膜上部に明色の半紋が入る。卵は 長径3.5から4.7センチメートル、短径2から2.5センチメートル。妖体は C 甲板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、後部円甲板がややノコギリ状に尖る。成長に伴いキールや円甲板の突起は消失し、滑らかになる。また妖体は、廃坑の色彩が緑や緑褐色で、あばら甲板に不定形の木褐色で縁取られた。 暗色の反紋が入る。また、あばら乾板に、気褐色で縁取られた目上半が入る。また、復興に入る暗色の反紋は明瞭。廃校の反紋は、成長に伴い消失し、復興の反紋も、やや不明瞭になる。オスはメスに比べ、粉炭が、より突出する。また、前肢の爪が伸長し湾曲する。低地にある河川や地層などに生息し、低質が泥で、 水生植物が繁茂した水深のある水場を好む。気水域で見られることもある。日光浴を行うことを好む。植生は植物食傾向の強い雑食で水生植物、藻類、昆虫類などを食べる。幼体は動物食傾向の強い雑食だが成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。オスは メスの正面で前足を震わせて求愛し、メスがオスを受け入れると、オスはメスに追いかかり交尾する。1回に6から18個の卵を年に1から4回に分けて産む。生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊、水質汚染、食用の乱獲などにより、生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 欧米から飼育か繁殖個体が流通し、流通量は少ない。ありがとうございます。